そちらの方は…あ、ベール、せっかくだから紹介するね。彼女は 5PB ちゃん、私の世界の人気アイドルだよ。まあ、そうでしたのね。私の名はベール、リーンボックスを守護する女神ですわ。はじめまして、 5PB です。どことなく距離があるというか、怯えているように見えるのですが、実はこの子極度の人見知りなんだ。だから別にベールが怖いとかそんなんじゃないから。まあそうでしたの。けど人見知りでアイドルなんてよくできますわね。そのステージの上とか歌うとそのスイッチが切り替わるというかって感じなんだけど、まさかベールにまでこの様子なのはびっくりだよ。向こうの世界じゃリーンボックスの人気アイドルでベールを慕ってるのにさ。キュピーン。けどこのベール様は僕の知っているベール様じゃないですし。ネプテューヌ、この子私に貸してくださらない？別にいいけど、どうするの？別の世界とはいえ、貴重なリーンボックスの民であり、私の信奉者ですわよ。たとえこの子が知る私ではなくとも、そんなことを聞いては放っておけませんわ。この人見知りでは、こっちの世界では苦労しそうですし、当面は私が付きっきりで面倒を見て差し上げます。お願いしようかな。それじゃあ、あとは若い二人に任せますかな。ネプテューヌ様。さあ、5PB ちゃん、まずはお互いを知ることから始めましょうか。さあ、女の子同士仲良くね。この通りですわ。ベール様、次はこのゲームで遊びましょう。あ、やっぱりこっちのがいいかも。うおー、めちゃめちゃ打ち解けてる。何しちゃったの？特別なことは何一つしていませんわ。ただお互いを知るところから始めただけですわ。なんだろう、ベールの口調のせいかいかがわしい感じが。けどいい感じに打ち解けたみたいだし、まあいっか。さて、今日は四女神オンラインの向上戦の日ですわ。現在9連勝目の私のギルド、今日のギルド戦も勝利し、華麗に10連勝目を飾ってみせますわ。うむ、どうやら今日は私のギルドが守りですわね。いいですわ、鉄壁とまで言われた私の防衛指揮を。相手の GFF というギルド、なかなかやりますわね。特にこの CC2 というプレイヤー、先ほどからうまく私の指揮の穴を潜ってきますわ。一体何者ですの？やっぱりオンラインゲームは向上戦だよね。しかも相手がサーバー内トップクラスのギルドともなればすっごく燃えるよ。それにしても相手のギルドマスターのグリーンハートって、いくらゲームとはいえ女神様の名前をプレイヤー名にするのはまずいんじゃないかな。実はベール様本人だったりして。ってそんなはずないよね。さすがに女神様が本名の前後をダガーで囲んだ中二ネームでオンラインゲームをしてるなんて、いくらゲーム業界広しといえどありえないよね。へくち、風邪かしら。そういえば最近冷え込んできましたし、何か羽織ろうかしら。ってそんな暇はありませんわ。
見慣れない名前のギルドだと思っていたら大したものですわ。まさかランカーでもないギルドにこんな短時間で侵入されてしまうなんて。けれどそれでこそネットゲーマーの血が騒ぐというもの。誰一人と残さず私の城から追い出して差し上げますわ。敵の守り方が変わった。ならこちらも攻め方を変えるだけ。また城門が破られたですって。城内に侵入した敵は何人ですの？5人でしたら私自らが撃って出ますわ。なんとか城内に入れたけど突入隊のほとんどがやられちゃったか。けど城の中に入ればこっちのもの。敵ギルドは城外の守りに人を割いている分城内の守りは手薄。それに今さら城内の守りを増やそうとしたってもう遅いよ。あとは城の最深部にある旗さえ壊せば私たちの勝ちだよ。そう簡単にはいきませんわよ。ギルドメンバーのほとんどが城外部の防衛をしている理由、それは固い守りを抜けて誰かがたとえ侵入しても私が確実に打ち仕留めるからですわ。現れたね、グリーンハート。だけどここは5対1。いくらランカーギルドのマスターといえど多勢に無勢。この勝負もらった。1分もしないうちに2人もやられた。しかもこっちの攻撃がほとんど通っていない。一体どんな防御力をしているの？どうやら私のキャラクターの硬さに驚いているようですわね。当然ですわ。なんて言ったってステータスポイントも全て防御に割り振り、装備も全て強化レベルマックスまで強化しているんですもの。そう簡単にやられるわけがありませんわ。残り時間があと少ししかない。このままグリーンハートの相手をしていたら負けてしまう。けどこれはギルド戦、きっともう少しで仲間たちが。城門が突破された。まずいですわ。早く城外の皆様を呼び戻しませんと、さすがの私でも守りきれませんわ。こっちの仲間が先か、そっちの仲間が先か。さあ本当の勝負はこれからだよ。ましたわ。接戦とはいえまさかこの私が負けるなんて。ギルド GFF、 そして最後まで私と激戦を繰り広げた CC2。 どこに行くんですか？
しょ。皆さん、今がチャンスです。いや、なぜ私が戦ってやりました。こういうのはいかがかしら。いい採掘しのぎになりました。レベルアップ。何ですかこれ。いや、こちらが有利です。3ターンかかりますよ。いや、なぜ私が戦ってやりました。私のターン。湧いてくるわ。行きます。えい、やりました。プネプネしてやんよ。やあ、やあ、やあ、ほいだ。チェック待ってね。どうしようかな。まずまずレベルアップですね。よいしょ。私が戦わなければ意外と簡単ですね。任せてください。待ってました。てりゃー、私に勝とうなんて。私の作戦通り。3ターンかかりますよ。いや、行きます。やりました。プネプネしてやんよ。この痛みに耐えられますかし。まあ、待った待った。レベルアップの音は何度聞いてもワクワクしますよね。アイテムですね。よいしょと、アイテムですね。なんか出てきた。私の番ですね。行きます。それ、私も行きました。てりゃー、てりゃー、
合っているはずですから、そろそろ。どうしたの？静かに。話し声が聞こえますわ。
おお、そうか。女神どもにやられたのか。よしよし。キュイキュイ。ほら、妹たちも心配しておるぞ。だから泣き止むんじゃ。いじめてた人だ。じゃあやっぱり七賢人の一人なんですね。ええ、ようやく見つけましたわ。そこのあなた。ん？女神。よくもやってくれましたわね。貴様ら、よくもやってくれおったな。モンスターをって、なぜ私が怒られてますの？知らないうちになんかしちゃったんじゃないの？ってそういうとこあるし。知ったようなことをおっしゃらないで。私は何も身に覚えがありませんわ。しらを切るつもりか。わしの娘を泣かせておいて。そんなことしたんですか？ベールさん、いけないんだ。知りませんわ。とんだ濡れ衣ですわ。っていうか、あのおじさん結婚してたんだね。見かけによらないな。ねえ、まだ知らばくれるか。現に今ここで泣いておるではないか。え、どこですの？ここじゃ。ここ。え？さあ謝れ。早く娘に謝らんか。つかぬことをお伺いしますけど、奥様は人間ですの？わしはまだ一人身じゃ。ちょっと待って、さすがの私も混乱してきた。あー、そっか。つまりおじさんは雌雄同体なんだね。なるほど。そう言われればこの人カタツムリ、アメフラシっぽいよね。アメフラシだったんだ。人間だと思ってた。誰がアメフラシじゃ。ああ、古本。まあ、わしの言い方も悪かったかもしれんな。この子らはわしの実の娘ではないが、娘のように可愛がっておるという意味じゃ。キュイキュイキュイ。ああ、よしよし、もう少し待っていておくれ。まあ、そうですわよね。いろいろ深いところまで想像してしまいましたわ。でもさ、よくそんな気持ち悪いモンスター娘だなんて思えるよね。なんじゃと。ダメだよ、お姉ちゃん。こういうのは人それぞれなんだし。気持ち悪いと言うたか。わあ、すっごく怒ってるよ。キュイキュイ。よりにもよって貴様ら女神が。うわ、マジギレ。だって本当に気持ち悪いじゃん。お姉ちゃん、ダメだってば。許さんぞ。そこに直れ、成敗してくれる。キュイ。おお、そうか。共に戦ってくれるか。では共に憎き女神どもを打ち滅ぼしてやろうぞ。あら、おかしいですわね。いつの間にか私が倒される側に。何を言ってるかわからねえと思うかって感じだね。まあいいですわ。もともとこちらから倒しに来たのですものね。さあ、返り討ちにしてやりますわよ。プラネティーヌの教祖として負けるわけにはいきません。なぜ私が戦わなければ。えい、もう一発いきます。待ってました。ぬるいわ。こしゃくな。ぬるいわ、ぬるいわ、ぬるいわ。おお、こしゃくな。い
やりおる。こしゃくな。何をいたしましょうか。そこ。うわ。じゃあ、確保なさい。メニューを見せて差し上げますわ。こしゃくな。いじめないで。覚悟せい。ダメなんですか。脆すぎるわ。やりますね。3分かかりますよ。あとはお願いします。私で大丈夫でしょうか。もうちょっと待って。えい、こしゃくな、こしゃくな、バイバイ。邪魔しちゃダメ。こしゃくな。少し考えさせてくださいな。ここが使いどころですわ。何をしましょうか。蘇ってください。さて、どうしてくれようかの。何をいたしましょうか。そこ、こしゃくな。覚悟なさい。やりおる。このぬるいわ。耐えられますかしら。手当てするよ。私の番ですね。一度下がります。さて、どうしてくれようかの。回復ですね。さて、何をいたしましょうか。覚悟なさい。そこ、覚悟なさい。私の技、とくとご覧あそばせ。もうちょっと待って。適当に覚悟せい、女神ども。していただけますこと。私たちの力を見せて差し上げましょう。見せて差し上げちゃうよ。こしゃくな。やりおる。ぐわ、ぬるいわ。私の番ですね。なぜ私が戦わなければ。それ、こしゃくな。やりおる。行きます。もう私ぬるいわ、ぬるいわ。やりおる。思い知らせてくれるわ。ですわね。参りますわ。じゃあ、こしゃくな。覚悟なさい。参りますわ。やりおる。ぬるいわ。待ってました。こしゃくな。こしゃくな。こしゃくな。ぬるいわ。やめてください。回復ですね。どうしようかな。どう。邪魔しちゃダメ。私のターンですわね。参りますわ。そこ。ぬるいわ。参りますわ。覚悟なさい。ぬるいわ。やりおる。この痛みに耐えられますかしら。やりおる。
ぬるいわ。ぐーっ、ぬるいわ。さて、どうしてくれようかの。やっほー、それ、こしゃくな。いきます。やっ、こしゃくな、こしゃくな。こしゃくな。いいよ。こしゃくな。こしゃくな。何をいたしましょうか。参りますわ。ぬるいわ。こしゃくな。そこ。はっ。ぬるいわ。耐えられますかしら。ずっと私のターン。ってわけにはいかないんだよね。てりゃー。こしゃくな。やりおる。やりおる。どうして私は、なぜ私が戦わなければ、いや、なぜ私が戦わなければ、もう一発いきます。やりおる。もうちょっと待って。こしゃくな、こしゃくな。ぐー。何するんですか。何をいたしましょうか。参りますわ。覚悟なさい。ぬるいわ。参りますわ。こしゃくな。この痛みに耐えられますかしら。ぬるいわ。ぬるいわ。一度下がりますね。私ですか。私の番ですね。どうしようかな。蘇ってください。私のターンですわね。やりおる。そこ。ぬるいわ。はっ。やりおる。この痛みは耐えられますかしら。ビクトリースラッシュ。ぐお、なんたることじゃ。なかなか厳しい突っ込みだったよ。レベルアップです。なんか強く、うん、レベルアップ。もっともっとレベルアップ。歌に磨き、やったー。力が、やったぜ。レベルアップだ。レベルアップのよ。この調子でどん。レベルアップ。レベルアップです。はい、力が湧い。レベルアップですわ。キュイキュイ。うわー、まだピンピンしてるよ。ほんとタフだね。おのれ。わしのみならず、わしの娘にまでこのような。はっ。そちらから手を出してきたのでしょう。当然の報いですわ。やっぱりあのモンスターと戦うと気分悪い。そうですね。なんでしょう、このモヤモヤした感じ。迷いは、今回はほんの小手調べよ。キュイ。女神どもよ、次に会うときは覚悟しておき。さらに強力になった娘たちが必ずや貴様らを葬り去ってくれるわ。なんかかっこいいこと言ってるようで、まるっきり人任せなかっこ悪い発言だね。次があるとお思いですの。わざわざ見逃してあげるほど私は優しくありませんわよ。キュイキュイ。邪魔をなさらないで。そこをどいて。いやー、あんまりくっつかないで。おお、体を張ってわしを守ってくれるとは、できた娘たちじゃ。お前たちも無事に逃げるんじゃぞ。キュイ。待ちなさ。変なところを触らないでくださいまし。やめて、顔のアップはマジやめて。もうやだ。ベルさん、これじゃどうしようも。わかりましたわ。追いかけたりしませんから、早くおどきになって。はい、キュイキュイキュイ。やっといなくなってくれた。結局取り逃がしてしまいましたわ。
きっとまた出てくるんですよね。嫌だな。なんか体がベトベトになった気がする。だね。帰ってお風呂にしよっか。ベールも一緒に来る？あら、魅力的な提案ですわね。それではネプギアちゃんのお背中は私が流して差し上げますわ。え、いいですよ、自分で洗えますから。そんな遠慮なさらず。久しぶりに濃密なスキンシップが図れますわね。ここはお前が決めるのだ。エリアを踏破したよ。プレゼントだよ。どこに行くの？キストワール、私眠くなってきた。ふぅ、終わった終わった。一斉に電話が鳴った時にはどうなるかって思ったけど、どうにかなるもんだね。これでしばらくおとなしくしててくれるといいんですけど。それはどうかしら。また出てくる気満々のようでしたし。私はむしろもう一回出てこいって感じだわ。次に会った時は絶対に許さないんだから。逃がすなんて二人ともだらしないわね。私はちゃんと一体潰したわ。っていうか結局そっちの二人も来たんだね。別にいいでしょ、思ったより早く片付いたのよ。軽く説教してきただけだから。別に毎回うちに集まんなくたっていいのに。ほんとみんな寂しがり屋なんだから。ネプちゃんはみんなと一緒嫌なの？別に嫌じゃないけどさ、たまには静かにのんびりもしたいなって。一人で静かで豊かで。一番騒がしい奴が何言ってるの？お姉ちゃんはどっちにしろのんびりできないんじゃないかな。ほら、あの子たちがいるし。ああ、そうだった。ある意味七賢人の相手するより大変なんだよね。とか言いつつ口元が緩んでいるけど。なんだかんだでネプテューヌも楽しんでますものね。
出なければあそこまで懐かれませんわ。すごいなネプちゃん。私ネプちゃんみたいに子供っぽくなれないし。それはまた喜んでいいのか。複雑な褒められ方だね。と喋ってる間についちゃいましたね。イースンさん、ただいま。うあ、どうしたんですの？急に規制を上げたりして。いや、いつもならこのタイミングでピーコのボディタックルが飛んでくるから先にリアクションを取ったんだけど。誰もいない。お出かけしてるのかな。そうなのかしら。でもイストワールだけで子供の印刷できるの？いえ、いつもは必ず私かお姉ちゃんがついていくんですけど、ブルルートさんも一人だと危なっかしいし。静かに、何か聞こえるわ。ゴミ箱から。どれどれ。あ、イースンの方が捨てられてる。しかもご丁寧にガム手でぐるぐる巻きだよ。本当だ、あの子たちのいたずらかな。もうこんなことして。あれ、この本なんか膨らんで。むえ、ひょっとして。ああ、中にイースンさん挟まってる。最近の子供は悪質ないたずらをするのね。言ってる場合じゃないでしょ。早く出してあげないと。うわ、危うく窒息死するところでした。イースン大丈夫？誰にやられたの？今晩は違うだろうし、アイちゃんかピーコだと思うけど。私のことはいいんです。それよりあの子たちが。ああ、どうしましょうどうしましょう。ああ、イースンさんがこんなに慌てるの初めて見た。落ち着いてくださいまし。一体何があったんですの？子供たちが失言時に誘拐されてしまったんです。おお、子供たちが。皆さんが戻ってくるほんの少し前だったんですけど、突然押し入ってきて力ずくで。それで私もぐるぐる巻きにされてゴミ箱に。そんなどうしよう。ひどい、子供に手を出すなんて。本当に手段を選ばなくなってきたわね。もう散々人のこと犯人扱いして。やっぱり自分たちが犯人だったんじゃん。ほんの少し前だったならまだ追いつけるかもしれないわ。どっちに向かったかわかる？ルビー方面のルートを使うとか言ってたような。急いで向かいましょう。今取り逃がしたら面倒なことになりますわ。広いんですね。
界中を旅していると聞いたのですけど、リンボックスには来たことはありますの？実は何度も行こうとしているんですけど、リンボックス行きの定期船に乗るたびに嵐に巻き込まれて別の大陸に漂着してしまうんです。またまたご冗談を。そう何度も運よく嵐に巻き込まれるなんて、さすがの私でもそんな話聞いたことありませんわ。今年になって嵐に巻き込まれて沈んだ船がどのくらいあったか覚えてますか？ええ、確か3隻のはずですわ。実はそれ全部に私が乗ってたんです。まさかそんな。そうですわ、きっと偶然ですわよ。それだけではないんです。沈まなくても何度も引き返しているんです。まさか先月途中で引き返したリンボックス行きの船にも？はい、乗ってました。どうやら船旅をするときに限って決まって嵐に巻き込まれる体質みたいで、まだリンボックスに行けてないんです。ある意味才能かもしれませんわね。知り合いに会えたよ。なんで、どうして、なんでこっちの世界にファルコムさんが？なるほど、ここは別の世界だったのか。道理でみんな私のことを知らないわけだ。けどどうしてファルコムさんがこっちの世界にいるんですか？普通は来れないはずなんですけど。それが私にもよくわからないんだ。船旅をしていたら嵐に巻き込まれて船が沈没して海に投げ出されたんだ。ここまではいつもよくあることなんだけど、今回はすぐに謎の光に包まれて気がついたらこの町にいたんだよ。けどまさか異世界に来てしまったなんて。いや、驚いたね。そんなに驚いているようには見えないんですけど。船旅だけど何度も似たような経験をしているからかな。けどこれでも驚いているんだよ。そうだ、立ち話もなんですし、私たちが住んでる教会に来ませんか？それは助かるよ。こっちの世界に着いてからずっと歩き回っていたから。
ただいま。お邪魔します。あ、ネプギア、おかえり。で、後ろの人は？お客さん？あ、ファルコムさん。こちらファルコムさんです。ネプギア、何を言っているかわからないんだけど。同じく。あ、そうでした。では改めまして、こっちのサイドポニーのファルコムさんがこっちの世界のファルコムさんで、こっちのショートカットの方のファルコムさんが私がいた世界のファルコムさんです。へえ。で、まさか別世界でもう一人の自分に会うなんて。確かに言われてみれば昔の自分に似ている気がするよ。え、嘘、この人が向こうの世界の私？うわー、なんて話せばいいんだろう。あの会ってすぐなんですけど、ファルコムさんの冒険談とかいろいろ聞かせてもらえませんか？ネプギアがファルコムさんがすごい冒険してるって以前話してて、ずっと聞いてみたかったんです。私のでよければいくらでも話してあげるよ。その代わり君のも聞かせてくれるかい？こっちの私がどんな冒険をしてたのかも気になるしね。私の冒険でよければいくらでも。そうだ、ネプギアも一緒にどうだい？私も聞きたいです。じゃあその前にお茶とお菓子を準備してきますね。うん、お願いするよ。向こうの世界の私の冒険探か。見過ごせない。二人ともどうしたの？あ、ファルコム、あのね、コンパがね、私が来たからにはもう安心だよ。だから落ち着いて何があったか話してくれるかな。うん、あのね、ネプコにアイスを頼まれてコンパと一緒に買い物に来たの。お店に行く途中で私が転んじゃって、それですごく痛くて泣いちゃって、そしたらコンパがアイスのお金で絆創膏を買ってくれたんだけど、そしたらアイス買えなくなっちゃって、ごめんなさいです。なるほど、そういうことかね。コンパは何も悪いことなんてしてないんだから、泣くことはないんだよ。けど私のせいでお使いできなくなっちゃったです。ネプネプ、すごく楽しみにしてたです。だからネプネプに美味しいアイス買ってくるって約束したです。そっか、この子たちのお使いっていうのは私にとっての冒険みたいにとっても特別なものだったんだね。よし、なら私がお金を貸してあげ、
ダメです。そうよ、よくわからないけど、ネプコが前に踏み倒すくらい業者から借りてもいいけど、友達からは絶対借りちゃダメって。幼いと思って甘く見てたけど、意外としっかりしてるんだね。それなら、そうだ、それじゃあその絆創膏は私からのプレゼントってことでどうかな。プレゼント？うん、 IF が転んで膝をすりむいて、コンパが困っているところに偶然私が通りがかりました。けれど二人はアイスを買うお金しか持っていないので、絆創膏を買うことができません。そんな困った二人に、この冒険家ファルコムちゃんが絆創膏をプレゼントして万事解決。これなら問題ないでしょ。ファルコムはそれでいいの？冒険家たるもの、泣いて困っている人がいたら見過ごせないよ。そういうことで、はい、これ絆創膏代。これ以上はきっとおせっかいになっちゃうから、あとは二人で頑張ってね。それじゃ、私はこれで。思いのほかクエストに時間かかっちゃったけど、今頃は IF もコンパも帰ってる頃だよね。無事にお使いできてるといいな。ただいま。帰ってきた。おかえりです。お、その様子だと無事にアイスを買えたみたいだね。はいです、ちゃんと美味しいアイス買えたです。それはよかった。それで、これとっても美味しいんだから味わって食べなさいよね。私に？ファルコムさん、帰ってきてたんですね。うん、ちょうど今帰ってきたところ。あ、そのアイス早速2人からもらったんですね。いつもは2人でカップアイスを1つずつ食べるんですけど、今日は1つを半分こして、もう1つはファルコムさんにあげるんだって。ほら、ネプギア、それ言っちゃダメ。キアちゃん、ダメです。え、そこ怒られるとこなんですか？まったく、ネプギアはダメなんだから。よくわからないんですけど、何かあったんですか？それはね、内緒、秘密です。そうだね、これは3人だけの秘密。ここにもリクペがないとなれば、これは困ったな。あれ、メイジス？その声はもしや 5PB？ まさかお前までこちらの世界に来ていたとは。僕もびっくりだよ。メイジスがここにいるってことは、やっぱりメイジスもあの光に？光？うん、メイジスのところに遊びに行ったんだけど、ドアを開けようとした時に部屋の中から謎の光が溢れてきて、気がついたらこっちの世界にいたんだ。メイディスも巻き込まれていないか心配だったけど、無事でよかったよ。ああ、あの光か。あれは私の術式のものだ。ちょうど次元跳躍用の術式のテストをしていてな、跳躍の途中何人か巻き込んだ気がしないでもないが、うわあ！メイジスが原因だったんだ。一冊くらい自分で決めたらどうだい？どうしたの？僕たちはそんなに見つめて。わかったぞ。この私の体、いや魂から溢れ出る狂気のオーラに魅了されているのだろう。
ああ、いえ、以前メイジスさんにお二人が親戚だと聞いていたので改めて見ていたんですけど、見れば見るほど二人ともそっくりですね。ところでどっちがお姉さんなんですか？それはもちろん 5PB だ。メタのことを言うと私より先にできたからな。うわぁ、ちょっと見ないうちにメイジスがネプテューヌ様みたいにメタなこと言うようになってる。私の狂気はこの程度では収まらんよ、 5PB よ。中二病もほどほどにね。本当にお二人は仲がいいんですね。まあね、メイティスとは昔から一緒に育ったし、小さい頃からいろんな発明をしては僕にくれたんだよ。あ、それメイジスさんから聞きました。 5PB さんのヘッドホンのことですよね。そうだよ。他にもこのギターとか、向こうのリーンボックスで僕が使ってるステージとか。え、ステージってあのステージですか？僕も初めて見せられた時は驚いたよ。一晩で何もないところにステージができたんだもん。あの程度のステージを作るなど、この狂気の魔術師には造作もない。ところで 5PB よ、ステージのあの機能はもう使ったのか？あの機能？あの機能といえば変形機能に決まっているだろう。変形機能？なんだ、知らなかったのか。あるコードを特定の弾き方で演奏するとステージが小型ロボに変形するようにしていたのだがな。ちなみに特定のコードは？1秒間に F を16連射だ。絶対 F を16連射しないようにし。
そして欲望、これがゲームじゃなくて特撮ヒーローものだったらものすごく強い欲望の怪人が生まれてそうだね。けどそんなにたくさん買っても読む時間とかあるの？いつも私たちと一緒にいるよね。バスや電車での移動時間とか、お風呂に入っている時とかに読んでるんだ。長時間何もせずぼーっとしてるなんてもったいないでしょ。だったら漫画を読まなくちゃ。そう言われるとそうかも。何気に電車に乗ってる時間とか長いからもったいないよね。でしょ。時間は楽しく使わなきゃ損だよ。ねえ、読み終わったら私にも読ませて。私も漫画読みたい。その年から漫画が好きなんて将来有望だね。いいよ、読み終わったら真っ先に貸してあげる。本当？じゃあ代わりに私はラノベを貸してあげるわ。あ、それは嬉しいかも。こっちに来てから誰かと本の貸し借りをするのは初めてだから楽しみ。なんという漫画好き。もしかしてゲーム好きのベール以上かも。ブロッコリー、ちょっとお願いがあるんだけど。なんだにゅ？あなたがいつも乗ってるゲマに私も乗ってみたいんだけど。なんか今露骨に嫌な顔されたんだけど。ノワールだから仕方ありませんわ。ノワールだから仕方ないわ。ノワールだもんね。ノワールだからにゅ。あなたたち、ノワールは大きすぎて無理ね。私かネプチューヌくらいがギリギリじゃないかしら。そうとも限らないわよ。ほら、私って見ての通り小柄な方だし、体重だって見た目よりずーっと軽いのよ。ってなんでまた嫌な顔するのよ。ゲマが嫌がってるに。ノワール、そんな見苦しい真似はおよしなさい。無理なものは無理なのですわ。無理なもんですか。本当に私は軽ふふ。さてはねえベイル、あなたの場合ゲマに乗ったらその大きなお尻でゲマをぺちゃんこにしちゃいそうよね。いきなり何を言うんですの。きっとあなたのことだからゲマに乗れない仲間が欲しいんでしょう。その大きなお尻じゃどう乗っても潰れてしまうものね。私のお尻はそんなに大きくありませんわ。この頃流行りの女の子のごとく小さくて可愛らしいお尻ですわ。それに私はゲマに乗るよりもツンツンしていた方が楽しいですわ。ノワールの時と違ってゲマが嬉しそうに。弾力性があって気持ちいいわ。ツンツンツーンと面白い。やっぱりケンマが嬉しそうに。そんなに気持ちいいの。じゃあ私も。ちょっとツンツンもダメなの。てかなんで私の時だけそんな嫌な顔するのよ。だってノワールだし。ノワールだもん。ノワールですもの。ノワールだからにゅ。そんなわけあるはずないでしょ。疲れたから帰るにゅ。バイバイにゅ。ちょっと待って。私にもツンツンさせてってば。どこに行くんだ。
しそうな気がするに。成功って何がですか？目からビームに。この間失敗が多いって言ってなかったですか？いたにけど今日はなんとなく成功しそうな気がするにゅ。だからネプギアには見てもらいたいに。わかりました。けどその前にちょっと準備をしたいので待ってもらっていいですか？このカナタライは何だにゅ。さあこれで心置きなく目からビームしちゃってください。何気にネプギアが失礼にゅ。じゃあ行くにゅ。こくり目からビーム。わっ、本当に目からビームが出た。これが夢にまで見た目からビーム。で、ビームで壁が壊れたにゅ。絶対怒られるよね。これリスさんになんて説明しよう。ケヘペラにゅ。さてどこに行きましょうか。ネプギアちゃんから聞いたのですけれど、向こうの世界ではリーンボックス特命化なるものに所属していた。ええ、本当よ。そう聞かれるということはこちらの世界ではないということかしら。ええ、その通りですわ。なので私のリーンボックスのために詳しく教えていただきたいんですの。別に構わないわ。大した組織でもなかったし、別次元とはいえあなたになら話しても問題ないでしょう。構成員は私を含めて4人。4人？いや、でも匿名化なる特別な組織なら少数精鋭が当然ですわよね。ちなみに私以外の3人は営業の人間よ。営業？リーンボックスへの愛はあるのだけれども、ちょっとずれた人だったり変な被り物をしていたりと。それでどんな活動をしていたんですの？かつて犯罪組織が跋扈していた時は治安維持やマジェコンという違法コピーソフト撲滅が主な活動だったわ。けど平和となった今ではリーンボックスのゲーム機に面白いゲームを持ってくるよう営業をかけるのが主な活動よ。補足しておくと、匿名化のうち2名はリーンボックス製のゲーム機は持っていなかったわ。なんと言いますか。ベル、4女神カードバトルで勝負よ。いいですわよ。またこの間のように返り討ちにして差し上げますわ。 IF 頑張るに。こっちのベールもゲームになると大人げないんだよね。あっちの世界のベールさんもラムちゃんとラムちゃん相手にポシェットモンスターで無双してたよね。確かスカーフを持たせた炎タイプのモンスターを噴火させて。相手は子供なんだから少しくらい勝たせてあげればいいのに。大人げないにゅ。何をおっしゃいますの。ゲームとはいえ相手が本気で挑んでくる以上それに全力で応えるのが礼儀というものですわ。だ確かに。このセリフだけ聞くと正論に。さあこの間のように私の緑の単色デッキことリーンボックスデッキで返り討ちにしてあげますわ。今日の私を今までの私と一緒だと思わないことね。思わないことに。ブロッコリーと一緒に組んだ新生プラネティーノデッキで今日こそ倒してみせるわ。ボコボコにしてやるに。なんだかんだで試合終了にゅ。なんということ。私が、この私が一度勝った相手に負けるなんて。やったー、やったよブロッコリー。 IF グッジョブにゅ。やったねアイちゃん。ネプコもありがとう。やっぱりデッキからネプコのカードを外して正解だったわ。せっかくの感動シーンなのに一言多いよー。
も頑張ったんですから落ち込まないでください。接戦ならまだしも完敗でしたのよ。もう私はダメですわ。新しいデッキを組んで挑めばいいと思いますよ。私お手伝いします。ネプギアちゃん、そうですわね。こんな時に私を慰めてくれるあなたこそ正真正銘私の妹ですわ。こんなことでベールもよく頑張ったわに。けどデッキが単色だったから今回の IF のデッキとは相性が悪かったんだに。単色デッキだと限界があるに。そういう時は他の色を混ぜてみるといいに。それはつまり私とネプギアちゃんをメインとした緑と紫の姉妹デッキを作ればいいということですわね。紫にこだわる必要はないけど、そうにゅ。でしたら早速私とネプギアちゃんの姉妹デッキを作りませんと。さあネプギアちゃん、一緒に姉妹デッキを作りましょう。あ、私もですか？ベールさん、そんなに強く引っ張らないでください。ご愁傷様にゅ。どこに行くの？ここはお前が決めるのだ。そうね。行くよ、フェリス。